どうも高井です。今まで字幕を入れてましたが、英語も日本語も YouTube に字幕機能があるので字幕つけるのはもうやめます。2年ほど前から私 YouTube に字幕つけ始めたんですよ。最初は英語だけで、次が英語と日本語っていうふうにつけて、最近ではいや英語字幕ついてるし日本語だけつけようかなで、最近カタカタって調べたんですけど、あれ YouTube 日本語の字幕もあるやんみたいな。私の動画って2分の動画でも1時間カタ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 動画編集でみっちりと字幕つけてたんですけど、いや消耗するなって思ってたんですよ。字幕あるんだったらいらなくねっていう。で、字幕つけると動画編集ソフトを2本使ってるので、2つ目の編集ソフトで音質ゴリゴリと削って減っちゃうんですよね。で、音質悪くするぐらいだったら、元々の音質を元々のデータの方に少しでも音質いい方に合わせて、そしたら視聴者の人も聞きやすいしね。聞きやすい方がいいよね。私は聞きやすい上でYouTube の字幕で見てもらった方がはるかにクオリティ高いのかなと思って、これからは字幕なしでやっていきますので、もしそれでもよろしければグッドボタンお願いしますね。それでは。